皆さんこんにちはジョーです今回は初心者編ということでゴルフスイングにおける体の使い方について説明していきたいと思います体の使い方といっても特に足の使い方について説明していきますこの動きをマスターすれば上達が格段に早くなると思いますのでそれと中級者上級者の方もこの使い方ができるようになれば回転スピードが上がり 飛距離だったり方向性の向上が期待できるのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いしますそれでは早速説明していきます、えー、ゴルフスイングにおいて足の使い方とても重要になってきます 足の使い方、何が重要なのかというとこのように足をこの動きができないとよくある起き上がりこういうふうに状態が起きてしまう動きだったり回転がどうしてもこう止まってインパクトで止まって詰まってミスをしてしまうっていう現象が起きてしまうのでしっかりこの両足を左右に回すっていう 感覚を身につけることが大事になってきますこの感覚を身につけるためのドリルをこれから紹介していきたいと思いますこれはクラブがなくても自宅でもできるのでぜひ皆さんやってくださいそれでは説明していきますまず最初はクラブなしでいいんで肩幅ぐらいに足を開いてまっすぐ立ちますで、まっすぐ立った状態で左右にこう回っていくんですがその時の意識としては 左右の腰をこのスタートの位置から真後ろに引いて回っていきましょうで。両膝は伸ばしたままで大丈夫です。両膝伸ばしたまま左右の腰を後ろに引きながら回転していく右左というふうに。そうすると両足がこのように回転している感覚があると思います。それをしっかり感じながら左右の腰を引きながら 両足の回転を感じながらやっていきましょうこの感じがつかめたら次は今まっすぐ立ってたんですけどこれを45度ぐらいこう前傾してで前傾する時、まあ、上体を倒す時はしっかり胸だけをこう下ろすのではなくてお尻を後ろに下げることによって胸を下に向けて、まあ、この胸の前に手を伸ばして45度ぐらい刺す。 ぐらいこう前傾をしていただいてで、この時両膝はまだ伸ばしたままで大丈夫です。この状態でさっきの動きをやりましょう。左右の腰を後ろに引いて両足が回転している感覚っていうのを感じながらやっていきましょう。この時まっすぐ立った時より多分回りづらくなると思うんですけど、まあ、限界ギリギリまででいいです。限界ギリギリまで頑張って左右の足の回転を感じながら。 左右に回ししていきましょうでこの時は多分お尻がちょっとこう右に回した時左にこう移動していくような感覚になると思うんですけど右に回した時は左左に回す時は右に移動するような感覚になるんですけどそれは OK ですのでしっかり両膝を伸ばしたまま左右の腰を後ろに引く感覚でこの両足っていうのを回していきましょう。 この動きになれたら最後は実際に、まあ、ク,ラブなクラブがなくてもこう実際に打つようなアドレスをして実際のアドレスの前傾を作って両膝を伸ばして今と同じ動きをやりましょうそうすると今の中で一番こう回転がしづらくなると思うんですけどこれも限界を超えないようにこれ無理やりこうやってグッて回さないように限界ギリギリまででいいのでしっかり左右の腰を後ろに引きながら。 両足がが回る感感覚を感じながらやっていきましょうこの3段階のドリルで両足が左右にこう回転するという感覚を身につけていきましょう今の3段階がスムーズに行えるようになったら次はまっすぐもう一回まっすぐ立ってもらって軽くしゃがんで伸び上がりながらさっきの動きをやりましょう。 軽くしゃがががんで伸び上がりながらさっききの動き左右の腰を引いて両足の回転を感じながらやっていきましょう。でさっきと同様次は45度に前傾をして軽くしゃがんでからさっきと同じように後ろに引いて両足がこのように回転しているようにこの感覚をしゃがんで伸び上がるっていう動作を同時にやって しっかり打つアドレスをして今と同じように、まあ、最初は多分軽くしゃがんでやった方が分かりやすいと思うので軽くしゃがんでから左右,右腰を引いて右に回ってこの左右の足が回転している感覚またアドレスの位置に戻って軽くしゃがんでから左腰を引いて右左に回っていくで足がしっかりこう回転しているという感覚をこのしゃがみ動作をプラスしてやってみてください。 まあ理想は今みたいにこう連続してスムーズにこう行えるようになっていけば大丈夫だと思います今の2つのドリルができたら次は最終段階です、えー、今は一度しゃがんでから伸び上がるしゃがんでから伸び上がるという流れだったんですけど、えー、実際これをゴルフスイングでやってしまうと まあしゃがんで伸び上上ががりながらクラブを上げますで次しゃがんでからまた伸び上がるこの時間がスイング中だと足りなくてしゃがんだまま打っちゃうことになりますそうするとダフったり結局こう回転が止まっちゃってミスすることがあるのでなるべくこの上下運動を小さくしていきたいんで理想は実際に打つアドレスをしっかり作ったらさっきまではここから一回しゃがんで伸び上がってたんですけどこのアドレスした この位置から伸び上がりながら右へ回転。でまたアドレスの位置に戻ってこのアドレスの位置から伸び上がりながら回転。っていうのが最終段階です。なのでさっきまでは一回しゃがんで伸び上がるしゃがんで伸び上がるっていう動作だったのをどん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 こう小さくしていって最終的にはこのアドレスのこの膝の曲がったこの位置から少し上に伸び上がりながら右へ回転していく。 でまたアドレスの位置に戻って左へ回転していくでこの時しっかり足が回転しているのを感じながらやってくださいこの上限度をより小さくすればするほど、えー、回転スピードが上がって効率よくスイングができるので最終段階はこのアドレスの位置から軽く伸び上がりながら右に回転する アドレスの位置にまた戻ってでこのアドレスの位置からまた左に軽く伸び上がりながら回転していくこれをスムーズに行えば回転スピードが上がってゴルフスイングの足の使い方がマスターできると思いますドリルの説明は以上になるんですがここで1つ注意点を言っておきます今この上下運動だったり 最終的にはこのアドレスの位置からこう伸び上がるんですけどこの時にこの頭の位置をなるべく動かさないように最後はできるようになりたいですねそうすることで軸ブレや上限度をよりなくするので、まあ、最初のうちはしっかりこうしゃがんだりするのでこの頭の位置が上下してしまうことはしょうがないんですが足伸ばして回転と次はしゃがんで伸び上がりながら回転この2つのドリルが マスターできて最終段階に移動した方はこの頭の位置っていうのも意識しながらやっていただくとこのように軸がぶれずに回転ができるのでそうすると効率が良くなって上達もよくなりますし回転スピードも上がって飛距離や方向性も良くなるのでそこを意識していただきたいと思います。 しゃがんでから伸び上がりながら回転とは言ったんですけどまあ最初のうちは全然このようになってっていいんですけどまあ先ほどと一緒で最終的にアドレスの位置から軽く伸び上がりながら回転をやる際にこの状態がこのように起き上がらないようにだけ注意してくださいまあさっきよう頭の位置を意識すればなかなかそういうふうにはなりにくいと思うのでこの頭の位置が このように移動してしまうと状態がこう起き上がってしまってスイングにも影響を及ぼすのでまあほんと最終段階アドレスの位置から伸び上がりながら回転するドリルをやる方はしっかりこの頭の位置を意識しながらやってくださいまあ家などだったら壁にこう頭をつけてこの位置がこうずれないようにこういうふうにずれないように意識してやると分かりやすいと思うのでまあ自宅などだったら そこを意識してやっていきましょう。 いかがだったでしょうか、えー、しっかり足を回す感覚っていうのをつかめばまあ、絶対ゴルフを今後やっていけば起き上がりだったり特に右足の使い方に悩んでくると思うんですけどそれを初期段階でなくせるのでぜひ自宅などでもできているのでやってみてください最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ